おいっす、こんにちは、アメリです。今回は、ゴーストリング使います。ようやく、まあ、引くことを決意したので、私は。まあ、引かなくてもよかった感はあったんですけど、ちょっとさすがに火力枠として欲しい。まあ、HP の高さがちょっと魅力的に感じた。スキルの軽さからして、本当は、新しいキャラ、クルセイダーの武器をアシストすることによって、軽減ほぼループとかでも持っていけたんですが、ちょっとそれだと気候上のね、闇ヘキサの攻撃受けきれなかったので、結局、まあ、ダメージ半減以上は欲しくなりました。で、今回は、イタドリマヒト、久しぶりに使っていきたいと思います。はい、めちゃめちゃ久しぶり。もうね、なんかなんでかな、使わないんですよ。強いのはわかるんだけど、みんなが使ってるから使わないんかなんか、使いやすすぎて使わないというか、個人的に水着マリエルの方がなんか好きっていう。ただそれだけ。はい、で、イタドリユージです。イタドリユージです。はい、遊戯の武器をつけました。で、ゴーストリングには、エミヤシロー&サーバントライダーですかね。ダメージ無効と属性吸収無効化をつけてます。まあ、主にはロック解除と生成のこのスキルを活かしてね、いければいいかなと思ってます。ただ後半戦はちょっとね、欲しい。ダメージ無効。で、ベリアルにはチャコール、いつも通り、ネルギカンティは目覚めでイノスケをつけておりまして、待って、お邪魔と毒がバラバラになってないんで変えときます。で、ソフィーの方には、最初に遅延を入れて欲しくてメノアです。で、本当は五条さんの武器を入れることによって、暗闇も 100% でできますが、中途半端になるんですよ。イタドリ、マヒトの方には、これ。はい、これです。ということで、中途半端になっちゃうんですよね。列覚醒をめちゃめちゃ盛りたかったんですよ。もうなるべく盛りたくて、もうお邪魔耐性なんて 20% しかないし、暗闇耐性は 60%。ただ、それでなんとかやりくりしていきます。列覚醒をその代わり持ったので、まあまあ強いとは思います、火力はね。ちょっとお邪魔だけ変えておきますね。あと見ますか、このガンホーコラボのラクシュミの多さ。13体所持ってなんやねんこれ。ということで遊んでいきましょう。久しぶりに使うからね、マジで。マヒトがあと6ね。 OK で、最初遅延受けるから、ベリアルの事象によってマヒト、じゃあ、イタドリ使っていきます。一旦これは弾いて、事象してからのイタドリ、変身してからの遅延かけてからのちょっと耐久。待て、落ち着け。ちょっと耐久。ちょっと耐久とは、想像以上に火力出とるかもしれんな、これ。これで一体どれぐらい出てる？あ、42億出てるの。あー、副属性も14億。あららら、これはでも面白いかもしれん。これぐらいじゃないと正直おもんないからね。操作時間も縮められるんごだけど、あと一旦待たなきゃいけないので、1.5 秒。まあ、一旦耐えてくれ。じゃあ、ソフィー打ちまして、ほんで、まあ、一応、打ちましょうか。打って。さあ、これで火力が42億、副属性5億。まあ、47億、8億ぐらい。で、次でマヒトが変身できますよと。OK、耐久力も高いね。素晴らしい。じゃあ、ここでマヒト変身しまして、で、倒していきましょう。2列組んだら相当やばいでしょうね。うわぁ、12億出てる、副属性。すごい。もうとにかくゴーストリングだけに注目しといていただければ。で、闇吸収来ても、結界宝具なんて読むのこれ。結界宝具って書いてなんて読むんだって。うお、ほんまに闇吸収来るんかい。なんか読み方あったよね。ちょっと、フェイト、あれなんで、にわかなんで。じゃあ、ここで、打って、まあ、これ、持っちゃおっか。ちょっと、置き気味でいいや。もう、こんなもんでいいでしょ。もう、これ、十分。42億出とるからな。OK。これはなんだっけ、水と木ドロップを闇に変えるのか。 OK だと思います。よし、これで倒していくと。よーし、 OK。 さあ、4階層を覚醒無効と盤面広がりと爆弾でルーレットね。じゃあ、ここはベリアルちゃん打って、
で、イタドリ打って、まあワンパンいけるんじゃね、列組んでないけど。まあ41億。わーすごい。わーすごい。すごいね。ちょっと秒数やばいね、指。指マジで短いわ。7秒って。指ほんまに、全然持ってないんだな。ネルギガンテと、ゴーストリングだけか。じゃあここは攻撃力取り戻して、普通に殴っていきます。いやまあこれでも火力が42億出るよね。すごい。副属性も21億超えていきたいね、これだったら。まあラファエルとか相手だったら光属性だから超えていけるかなと思うけど。OK、じゃあこれで倒していきます。よし。まあゴーストリングはね、闇が足らなかった場合に打ちましょう。で、6階層焦げ焦げのドロップで、イノスケ溜まってるんで、もうしょっぱなイノスケとかでも、あ、そっか、遅延食らっちゃうのか。じゃあ一旦待つか。ちょっと簡単にここ消しで待ちまーす。消せない状態はベリアルあと4って、全然たまらんやないかい。いや列にしたらまずいか。10コンボ簡単にいくな。いや当たり前のように超えるやん。まあこれ打って、まあ絶対いけるからな。一旦ケース、あー待って待って待って、違う、イノスケ打つの忘れた。それはない、それはないわ、それはない。イノスケ打ってなかった。死なないの？マジか、死なねえのか。それはやばいわ。死なないのは臭すぎる。耐久力やば。これもまあゴーストリングの HP が高いおかげだったりするんですけど、7階層チェンジ効かなくて、その耐久力あるんならもうだってね、まあ、こんなにいらんけど。はい、まあ、絶対耐えるよ、絶対。余裕こんな残る。ガチャドラの攻撃こんなに残るんだ、すごいね。イタドリマヒト改めて強えわこれ。なるほどね、みんなが使う理由が分かったわ。はい、じゃあこれで消せない状態も治ったんで OK です。で、回復力はマヒットで取り戻せるので、回復花火をねどうしようか問題があったりする。ネルギガンテがたまにはまあそれ打っていけるからいっか。若干、あーでも目の穴遅延たまるわ、これありがたいな。無効貫通して一発でいったら怖いんで、ちょっとその辺は調整気味でいきます。はい、どうやら無効貫通を組んだら30数パーセントぐらい削れるみたいです。ただまあ列無効とか言ったらまあ火力ちょっと異なるんで、一旦これで半分いくんじゃないかな。メノは溜まってるので、まあ半分ワンチャンいっても大丈夫です。おーし、これでまあ発狂まではさすがにいかないかなと思うので、オッケーオッケーオッケー。でここでメノアちゃん打ちます。メノア打って、で、まあ、次も持っていけること確実なんで、ちょっと耐久だけしといて。うわ、盤面やば、ちょっと待ってよ。盤面やば、やりすぎ、つなげすぎ。はい、じゃあ列無効で副属性15億、いいね。まあ入ってないんですけどね、ダメージ無効でね、全部ね。さあ9階層です。ドロメダちゃん、ドロメダちゃんはちょっとまた計算してから殴ります。タンマヒト打って、あー殺せます。ドロメダちゃんこれ殺せますね、この量はさすがに。あのこの量あったら飛びますよドロメダちゃん。もう飛んでいきます。はい、ワンパンです。オッケー。さあ次バルバルがいいな、バルバルがいいな、なんで。列1コンボだと多分さっきと同じような HP だと沈まないので、一旦イタドリ、まあ、スクナ打って、列でどれぐらい削れるかけだけ見ときます。やばい、マジでやばい。あの列組んだ瞬間こいつ80%以上ぐらい持っていく、本当にもう列組んじゃダメレベル。
本当にやばい。火力がもう自分で力を抑えきれてない、この人たち本当にダメ。もう列組まずにめっちゃ抑えて、もうこれだもん、列組まないでこれだからね。いややばすぎでしょ。はい、ってことで列組んだ時の火力を見せます。さあ見せてくれ、2列火力。さあ見せてくれよ、副属性19億。すごい。いや楽しいね、うん、バルディに出てほしかったんだけどね、76でやってみたかったな。さあ11階層です。グレモリーは操作時間かで、ここもちょっとまた計算でいきます。ここはね大丈夫そう、比較的殴って大丈夫。一旦ソフィー打っていいよね、ソフィー打ちます。このソフィーでいきます。じゃあソフィーのみで一旦これで多分ね半分止まりすると思うんですよ、半分ちょい超えて止まると思う。さあこれでオッケー、素晴らしいでしょ素晴らしいでしょこれね。でなんか回復力か攻撃力か知らんけど、これでじゃあまあ麻痺と打って回復力取り戻して、もうこれで列組めば飛ぶので大丈夫だと思います。こうした方がいいのか、あーちょっと待って、もう指が7秒だからあんまり欲張れないな。とりあえずこれで飛ばします。42億当たり前のように出すね、君当たり前のように。ちょっとアルバート来ると先制攻撃あるけど大丈夫かな。メタトロンは回復消せないなので、ここも2パンコースだと思います。一応計算だけはしときますが、うん大丈夫そうなので、一旦あーでも回復ないのでネルギーがあってどうしよっかな。あんまり暴走するとそれはそれで怖いんだけど、一応じゃあもう麻痺とも打っちゃいます。多分量がすごいことになるんですけど、すごいね、目覚めもかけちゃったからね、まあねそれぐらい降ってくるよね。 OK、 もうこいつの HP がどれだけ高いかがわかる。で攻撃ちょっとくるけど、あ暗闇がねちょっと 60% なんでね、はいありがとうございますっていう感じなんですけどまあ大体闇になるんで、大体闇になるんで OKOK、 ここの一つが木っていう風に覚えておけば大丈夫だと思います。あとは全部闇なので、まあこんなもんでいいでしょ。まあいいんですよ、大体闇なんでこれ大体消えます。はいじゃあこれ突破していきましょう。 OK で属性急所も溜まってるので、どっちだったっけ忘れたけど、なんかゴールフェイがゴルケがどうとこうとされても大丈夫。君は違っ、あ、合ってました。はいということで、なんか属性急所とかやってきてますけど、これ打って、これ打って属性吸収貼っといて、じゃあ全力で殴っていきます。なかなか良くない？ロマンにあふれるこの編成、もうロマンでしかないんだけどね列盛りで耐性ガバガバなんだけどねでもその分ね火力はめちゃめちゃ出る、とんでもないぐらい出る楽しいよこれはこれで。さあで14回無効貫通、ここはゴリゴリいっていきましょうか。でもう一回溜め直さないといけないんですよね、これをヘキサツ4で。それがちょっとしんどいかな、遅延とか来るんでね。まあ5個消しで耐えるとかできるんで、それで頑張っていこうか。ここはさっさと削ります。落ち込んだしめんど、倒しちゃうかなこれで。多分これで倒しちゃったと思う。なるべく時間をかけたんですけど、オッケー、ゴーストリングの上が溜まりやすくするようになるべく耐えはした。まあまあ耐えたよ。だからまあここ全力で削っとって遅延どうせ2位受けたりするんで、さあプラマイゼロのしか溜まんないんでね。オッケー、向こうでもね全力パンチしても、まあ列向こうが組めれば強いよね。ネルギガンテを打つか打たないかでずっと迷ってるんだけど、打ってないよな、結局打ってないよなまあ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 、まあ、こんな感じよね。とりあえず左を常に殴り続けましょう。どん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 左ワンパンできるんで、余裕でめちゃくちゃ強いんで。
で、これで右も抜けるか。 OK 抜いた。めっちゃしょぼいコンボになった。でも抜けるっしょ。 OK 抜けるわ、全然抜けるわ。で右復活かな。あ、消えるんだ。これ消えて、まあこれもうそのまま、そのこれいいぞ、これいいぞ、だいぶこれいいぞ、これいいぞ、これいい火力出るぞ。期待できる、期待できる、期待の火力が23億。素晴らしい。パチパチと。あー、ロック解除が、待って、ロック解除がまずい。うわ待って、ロック解除打たされるか。あー、残しとけばよかった、全ロックか。まずったな。うわ、ロック解除打たされるわ。ちょっと時間かけます。ため直しになった、時間かけます。はい、ということで見事耐久した、耐久しきりました。やばくない？耐久しきったからね。で、次、あの何ターン目かが今分かってないので、もうちょっと待った上で殴っていきたいと思います。こっからはだから普通に殴って大丈夫だと思うので、まあコンボ数だけ、5個消しのコンボ数だけでごまかしていきます。あの、なんだろう、無限なんたらなんたら、6ターン目確定コートが来た瞬間いきましょう。多分次ぐらいだと思うんですよね。次 OK 来た。ここでいきましょう。じゃあこれ打って、まあどっちでもいいな、まあこっち打っとくか。はい、じゃあここで列でしっかり削っていきます。 OK でしょう。じゃあこれで、もうこっから思いっきり削るからね。こっから思いっきり削れる。ようやくですよ、ようやく。こっからは全力でいきましょう。こっからはね、ゴーストリングもロック解除としてちゃんと打てるんでね、まあ、万が一ロックで欠損しても大丈夫。 OK、 火力は素晴らしい。ネルギガンテ持っていきましょう、こっからはね。あ、列になってなかった。まあいいでしょう。もう42億当たり前のように出る。素晴らしい。はい、ロックされる。じゃあロック解除する。で、多分まだ大丈夫だと思う。もう一発いけると思うんで。ただめっちゃ個数ある、めっちゃ個数あるな。あ、やべ、3列はまずいな。3列は怖いな。いや、これでもだいぶ削るぞ。大丈夫か。 OKOKOK、 完璧完璧完璧。じゃあここでとどめ刺していきましょうか。はい、ソフィーありますんでね。じゃあこれとどめ刺していきます。ここだけ火ですね。よし、まあ多分これ全部ドロップは闇なはずなので、これで勝ちと。よかった。最後ちょっとロックで欠損した時焦ったけど、これで勝ちました。火力はすごい、マジで。種属性普通に42億当たり前のように出るので、まあ火力枠、 HP 枠、しかもスキル軽いので、上になんかまあ軽減とか今回のねクルセイダーの武器とか乗せても強いかなと思います。当てた方はぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。